布団叩き布団叩きとは、テニスラケットのような形をした布団の手入れ道具である。他にも、ムチ、尻叩きなど、様々な呼び名があり、英語圏では、カーペットビーター、カーペットクリーナー、ダストビーターなどと呼ばれている。20世紀初頭から普及価格帯となり、庶民にも急速に広まって、一般的に使用されるようになった。材料は、木材や塔、針金、 プラスチックがよく使われる。特に安価な量産品は針金とプラスチックが主流である。中央ヨーロッパではかつて親が子供へのしつけを行うための尻叩きとして広く使用されていた。しかし1970年代からは罰としての用途には使われなくなっていった。21世紀現代の主な用途は布団に付着しただにを払い落とすものである。使用方法は 持ち手部分を握って、先端の皿型ぶりで撫でるように扱う。一方で布団を叩くことは、布団を痛めたりダニが増えるなど逆効果だという主張もある。この道具は、叩くという特性ゆえに、騒音問題は避けられない。布団叩きの騒音被害を受けたとされる人物が、被告側に民事裁判を起こし、100万円の賠償命令が下るなど無視できない実例もあるため、 使用場所や時間帯に気を配る必要がある。ありがとうございます。